物質材料研究機構の小野寺と申します。本日は物質材料研究機構で進めているグリーン OA とゴールド OA についてご紹介させていただきます。まず物質材料研究機構 NIMS について簡単にご説明、ご紹介させていただきます。NIMS は国内で唯一の物質材料価格研究の専門機関です。職員数は約1550人で、えっと、まあ半分。 近くが、えー、と研究職で学生がまあ少しいてその他事務職やエンジニアなどがいるという構成になっています、えー、NIMS の研究者が1年間に出版する論文数は、えー、とスコーパスやウェブオブサイエンスで確認できるあの数で見ると1800から1900法が、えー、と出版されているという状況ですが、えー、とこれはあくまでも、えーと 共著者などにも含まれるケースも含めた、えー、と論文数で、NIMS が主体で進めている論文についてはもう少し少なくなるというのと、この後あとちょっとご説明させていただくんですが、所、えー、内の,業績,の業績を管理するシステムで補足できている論文数というのはもう少し少なくて、年間に1200から1300個が NIMS 論文として、えー、と確認できているという状況になっています。 NIMS のリポジトリについては、マテリアルデータリポジトリというリポジトリを2020年の6月から運用していますが、それ以前からもリポジトリを運用していまして、コンテンツについては全リポジトリから移行しています。で現在の マテリアルズデータリポジトリ略称で MDR と呼んでいるんですけれども、MDR の登録件数については、2023年の10月末頃の時点で、パブリケーションとデータセットに分けて MDR では管理しているんですけれども、パブリケーションが1587件、データセットが1 2723件という状況になっています。パブリケーションについては、MDR になってから登録されたものは300件弱ですので、 ほとんどがえ全リポジトリから移行されたコンテンツということになっています。データセットについては、mdr になってから登録されたものがほとんどです mdr の運用については、現在8名から9名、ちょっとこれはあの、まあ、全員が併任しているということもあって、常に参画している人ばかりではないということもあって、ちょっとあの幅がある表現になっているんです。けれども、8名から9名であの運用を担当しています。 NIMS の図書サービスについては、えっと、3名で担当、すべての図書のサービスについて担当しています。えっと、組織について、ちょっともう少し簡単にご説明させていただくと、えっと、まず研究部門と事務部門、大きく2つに分かれています。でえっと、私が所属している図書サービスと担当は、えっと、研究部門の方に入っていまして、研究部門の中に、えっと、1、2、3、4、5、6、7、8、 9, 9個の部門,部門とまあ研究センターがあって、技術開発協有部門というあの部門の中に材料データプラットフォームとあって、その下にデータ収集ユニットがあり、その下にえっと図書館サービスの担当者がいるという状況です。MDR の運用担当者は、このえっと材料データプラットフォームの下にあるデータ収集ユニットからまあ1名から4名、データ基盤ユニットから2名と。 えっとまあ、図書とサービス担当者が、えっと、参画して運用をしているという状況です。あと,、えっと、関係する、今日のお話に関係する組織として、図書委員会と材料データリポストリ委員会という2つの委員会があります。これは研究職の方に委員になっていただいて、図書委員会については NIMS で購読している、まあえっと、資料の購読資料の えっと、検討をしていただく委員会、で材料データリポジトリ委員会については、リポジトリの運用促進あ利用促進を検討していただく委員会ということで、まあ、あの研究者の方にもご協力をいただいています。 えー、NIMS のオープンアクセス状況について、えーと、簡単にちょっとご紹介させていただきます。えー、と千葉大学さんと同じく NIMS でもコーラスダッシュボードを利用していまして、えー、とコーラスで、えー、とオープンアクセスの状況を、まあ、補足把握することができているんですけれども、えー、とコーラスのダッシュボードで確認できる NIMS 論文のオープンアクセス状況については、まあ、年別でグラフにすると,、えー、と2023年 の場合は、50%弱ぐらいがオープンアクセスになっているという状況です。でえー、とちなみに、スコーパスでも、えー、とオープンアクセス論文かどうかを調べることができるので、スコーパスでも調べてみると、やっぱり、えー、と2023年時点で5割弱の論文が えーとオーバアクセスになっているんですが、ちょっとあの山のあ山というかピークの位置が、えー、とスコーパスとコーラスとで若干違うのがちょっと面白い傾向かなと思って見ています。でちなみに、えー、とコーラスのダッシュボードでどのぐらいの論文が補足できているのかというところなんですけれども、えー、とスコーパスで補足して確認できるニムス論文を100とした場合、コーラスダッシュボードで 補足できている論文は、まあえー、と年が最近になるほど、えー、と高い割合で補足できているんですけれども、2、3年前、三4年前が、まあ、一番高く補足されていると、ちょっとあの、まあ、タイムラグがあるのかなという感じです。えー、NIMS の、えー、とまずグリーンオープンアクセスの対応について、えー、とご説明いたします。 えと20 2023年まで、現在ですね現在までは、えー、とリポジトリへの登録は、えー、と任意で、えー、と登録をしていただいています。でしかも、えー、とセルフアーカイブですので、えーとま、サポート、問い合わせなどがあればサポートはするんですけれども、基本的には研究者の方の自発的な登録にお任せしているという状態です。ただあのその 完全に自発的な登録に任せていると、そのやっぱりリポジトリのメタデータの登録っていうところは研究者の方には相当にハードルが高いので、そのハードルが高いと。 あのところを少しでも下げられるようにということで、研究者の方が入力ご自身の業績を入力する業績システムと MDR 登録システムと連携することで、業績のシステムから MDR にメタデータが自動的に流れてきて、ほとんどの項目が自動入力されるという、まああの書いてあの サポートをしています。でこの連携によって MDR 登録に必須となるほとんどの項目は自動入力されるので、登録する方は残り必要な本文ファイルの登録とディスクリプション、ライト、キーワードの必須項目を入力すれば OK ということになっています。 で、えっと、2024年、来年からなんですけれども、来年からは、えっと、MDR への登録を義務化するということに、えっと、一気に、あの、まあ、強い流れに、えっと、なる、することになりました。えっと、これはどういうことかというと、えっと、MDR の登録を研究職の評価と紐づけるということになります。えっと、つまり、えっと、MDR に論文を登録しないと評価点がもらえない。 MDR に登録されなければ評価されないというあの運用をすることになりました。えー、とただですね、MDR に公開するではなくて、MDR の登録を義務化するということで、えー、と著作権上どうしても公開できない成果、あの論文や、えーとまあ著,えー、と著作などがありますので、それは、えーとまあ、公開できない、非公開の登録として 対応するとといいうことをしていますで、えっと、あと義務化の対象は全ての業績ではなくて論文だけに絞っています。これは、えっと、2024年の義務化スタートはとりあえず論あ当初は、えっと、全ての業績を義務化の対象にしようかというところで検討を進めていたんですけれども。 すべての業績を対象にしたときに、えー、MDR の運用担当者の対応が間に合うのかどうかっていうところで、ちょっとあの懸念が出てきたので、まずは、えー、とスタートの時点では論文だけを、えー、と義務化して、まあ、徐々に広げていければいいねということになっています。でえーとまあ えと2024年からもうすぐなんですけれども、義務化に向けた対応としては、えー、と各研究センターであの義務化されますよということで、説明会を実施、今まさにしているところなんですけれども、えー、と説明会を実施したりですとか、MDR 担当者の確認作業を省力化するためのシステム改修をしたりしています。これは具体的にどういうことかというと、えー、とシルパロメオや SCPJ、MDR に登録があったときに、その登録された えっと論文の、えっと、掲載ジャーナルの著作権ポリシーがシルパロメオや SCPJ にあるのかないのかというところを、まあ、ISSN をキーにしてあらかじめ検索して、えっとまあ、著作権ポリシーを確認するデータベースに登録がありますよ、ないですよというところを、まあ、あの簡単に確認できるようにしていたりですとかあと連絡メールを自動生成して、まあ、コピペで メール送信がちょっとメール送信まではまだ自動化できていないので、コピペでメール送信ができるようにというような改修もしています。続いて、えーと、ゴールドオープンアクセス対応についてご紹介いたします。これは、あの転換契約をするということなんですけれども、えー、と今まさに調達手続きを進めているところで、えーとまあ ほぼ確定ではあるんですけれども、まだ確定ではないので、ちょっと予定ということで。 あのご紹介ささせてくださいでまず、えーと、転換契約の検討に向けた準備なんですけれども、まず APC の支出状況の把握をあのしていました。2022年度から会計システムの科目が細分化されて、えー、と論文投稿、論文掲載、論文別釣りという科目ができました。で、まあ、この科目によって APC として支出されるおおよその金額が把握可能になっています。 で、えっ、ーと,えー、と、この会計システムのデータで支払い先の出版社まではまあほぼ把握できるんですけれども、どのジャーナルに投稿されたのかというところは把握できていないです。あと、それともう一つあの大きかったのが理事長の関心が、あの理事長が関心を持たれたというところなんですけれども、きっかけは、えー、と科学新聞の今年の6月2日付の一面記事にあの載っていた 記事で、えっと、研究論文即時公開2025年新規公文から施設や有識者会合という記事がありまして、でこれについて、えっと、NIMS 対応はどうなっていますかということで説明を求められて、えっとまあええっと、転換契約、まあ、グリーンオープンアクセスもありますし、えっと、ゴールドオープンアクセスの転換契約というものがありますよというご紹介をして、でまあ、そのレクの場で転換契約を検討してもよろしいですか。 というあの承諾をいただいたということがありましたで、えーと。出版社との交渉なんですけれども、2024年に向けて4社から提案がありました。ただ、転、え、換、ー、契約とはいうものの、えー、と4社の持参者は、応援論文数の上限がある、1社は、えー、と無制限で、えー、とアクセス。 にできますよというものだったんですけれども、結局合意したのは2社で、まあ、どちらもオープンアクセス論文数の上限があるという提案内容の契約になっています。で、えっと、オープンアクセス論文の、えっと、運用なんですけれども、えっと、当初は著者にオープンアクセスの費用、東北大学さんのように、えっと、著者に一部のオープンアクセス費用を負担してもらうということを検討していたんですけれども、えっと、理事長から、えっと、その 組織内部でそのオープンアクセスの費用を徴収するということは事務作業が増えるんじゃないかというまあ懸念をいただきもうあのそんなややこしいことはしなくてもいいのでまあ先着順でどんどん使ったら良いじゃないかというご提案もあり NIMS では先着順でえーとオープンアクセス論文のチケットをまあ使っていくという運用を予定していますで、えー、とまあグリーンオープンアクセス もえー、とゴールドオープンアクセスも、まあ、まだ今、来年からの本格導入に向けて準備を進めている段階ではあるんですけれども、まあ、すでに懸念と課題がいくつかあるなということを感じていまして、まずグリーンオープンアクセスについては、システムを改良することで登録作業やチェックにかかる時間は減って、 5つはあるんですけれども現在の運用体制8人から9人いるんですけれどもこれで本当に、えー、と最初冒頭の方でご説明しました年間に出版される1200から300の論文の MDR 登録に対応できるのかなという懸念があります。でまあえー、とリポジトリ担当者として思うのは義務化によって、まあ、グリーンウェーが進むことは嬉しいんですが えっと、登録の処理をしている中で、著作権ポリシーの調査が本当に大変なので、えっとまあ、対応できるのかなという不安があります。えっと、外国出版社の場合は、シルパロメオであの確認できるケースが多いんですけれども、国内学会の場合は、もうあの個別対応っていうことがほとんど、今のところほとんどで、あのこれ、件数が増えると本当にやっていけるんだろうかというふうに感じています。 ね、なので、えっと、一部出版社と転換契約をすることで、えっと、ゴールドアープアクセスでサクッと登録処理できるようになることはうれ、まあ、しいなと <laughs> あの、リポジトリ登録の手間の点ではあ,のありがたいなと思っているところです。でえっと、それと、えっと、即時 OA の対応は、えっと、グリーン OA では難しいあの、グリーンオープンアクセスの 内容だけでは難しいいなととうことも感じていますでゴールドオーバーアクセスについては、えー、と今あ2020年から NIMS で始まろうとしている、えー、と転換契約は一部出版社のみだけなので、えー、分野によってオープンアクセスの機会の不平等が生じてしまうということがあります。 でまあえー、と図書担当者でもありますので雑誌契約をするときに思うことは、えーと、転換契約によって、まあ、今回は NIMS 全体としての支出は若干抑えることができたんですけれども、えー、とオープンアクセスの費用が、まあ、あの一部の著者あ、今回は一部の著者の場合はですが、えー、と費用の負担がなくなることで、出版と これまでは、購読にかかる費用というのがあまり研究者の方は意識されてこなかったところではあると思うんですけれども、購読だけではなくて、出版にかかる費用についても、研究者から意識されなくなってしまうことはちょっと避けたい、お金がかかっているサービスを利用されているんですよということをちょっとアピールしていきたいなと思っています。 ええと、所内でのオープンアクセスの機会の不平等があるので、分野の不平等が解消できるように。まあ、ええー、と。転換契約の提案しますよ。という出版社とは、これからも、まあ、前向きに、あの。交渉を、まあ、検討を進めていきたいなと思っています。はい、事務からの報告は以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ええー、と、一つだけ。 あの、確認していきたいんですけども、その、上限のある転換契約、あ、えっ、ー、と、投稿数上限のある転換契約の投稿数の、その上限数っていうのは、はい。これまでの実績に比べて多いの、少ないあ、少ないです。全然足りないです。<laughs> 全然足りないです。それはだから、はい、交渉力が弱かったってことす。すいません、はい。どうも。はい、わかりました。それでは、いやいや、余計なこと聞いて、すいませんでした。<laughs>